はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験は親の受験、半分合ってて半分間違っている。それでは西荻フレンドリースクール室長今野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、中学受験、高校受験、大学受験と違って、やっぱり小学校受験は親の存在なくてはね、できないということはまずありますけれどもね。そうですね。でも実は言うと、中学の方が、まあ、中学受験も結構やっぱ親が、ただ何をするかって親が教えるんじゃなくて、親がプリント整理をするっていうのが中学受験です。マネジメントしてあげるみたいな。そうそうそう。で、小学校受験は親の受験って、親が頑張らなくちゃいけない、親が家でペーパーをやらなくちゃいけない、親が全部自分でやらなくちゃいけないって、なんかそういうこう幼児教室の指導者っていうのはサブみたいな、それでいて月謝はめちゃ高いわけですよね。だからそこはいつもおかしいなって疑問に思うっていうか、親の受験だなんていうのは、まあ30年前ぐらいにここが始めた時は確かにね、まあ親がやんなきゃいけないんだな、親がやんなきゃいけないんだなと、まあもちろん私も自分も教えるけど親も教えるっていう、親にこうやって勉強やってくださいね、こうやって勉強やってくださいねってやってた時代が確かに10年ぐらいはあるんですけど、10年経ってみて何がきっかけだったかって言ったら、あの9月になってね、で特に8月なんかはうち夏期講習もやってなかったんですよ、考えてみて昔は、でどうしたかっていうと、あるまあ幼児教室がすごくあって、そこまあうちの子たちの出身でもあったんですけど、そこに丸ごとお願いしてたんですよ、そっち行ってとか言って、でそこでまあ人もたくさんいるしやってもらってたんだけど、だんだん結構ね、うちの生徒ってできるんですよ。なんていうのかな、話を聞かなきゃいけないとか、そういうこうポイントを押さえてるから、意外と外へ出るとできるしってなるとね、今度まあそこに限らずどっかのと夏期講習に行くと、この大事な時期にね、子供はね、僕ってできるんだ、私ってできるんだって、よその子に比べたらできるから、まあある意味勘違いじゃないそう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 、でせっかく夏休みから帰ってきたらとんでもなくなってるっていうケースが 1、2年あったんで、じゃあある時やろうと、あまずいと、だったら自分のとこでやった方がいいんじゃないかっていうんで、それでまあ夏期講習とか始めたんですよ。それで今度ね、親に任せてたんですけど、まあ外に頼めなくなったんで、そうやってこうみんな天狗になって帰ってきちゃうし、だからまあ、自分たちで夏期講習に、で今度9月ぐらいになってみんな願書出しますよね、年長の、そうすると親に託してたのはいいんですけど、今度9月になってみんな親が願書を書いたりなんだりすると、結構何個も出すと忙しいわけじゃないですか、ちょっとね、子どもの勉強がおろそかになってきたんですよ。その何年も、はい、そうですよね、30年で10年親に任せて残り20年で10年経ってみたら、そういうことが起きたんですよ。何なのそれって、な、子どもの勉強見ていただけないわけみたいな、ともう自分たちがやっても親はそこそんなにね、もう願書書くことに一生懸命だからっていうんで、そこからですよ、預かり勉強っていうの始めたの。なるほど。じゃあ分かりました、じゃあ9月になって、それでも9月からですよ、9月になって、そうですよ、ね、じゃあ勉強に関する全般をうちから引き受けると、引き受けるから、じゃあお母さんたちはね、願書書いてくださいっていうのがことの始まりだったんですよ。で、まあ確かに、まあ昔の親って教え方も上手だったし、まあ、言ったことはちゃんとやってきてたのでね、そんなにまあ9月からお預かりやるぐらいでもう大丈夫だったんですよ。それで夏期講習はやって、でお預かり勉強なんてなかったんですけど、でも9月からは親が忙しくなるからお預かり勉強始めたんですよ、9、10と2ヶ月間と結構まあいい成績になってくるし、できるようにもなってくるし、親がやってると
教えなくてもいいことまで教えたりとかするから、うんうんうん、そういう、こう無駄が省けて、うんうん、なかなか充実した2ヶ月間で、はい、で皆さんもちろん合格してたんですよ、うんうんうん、親御さんの負担も減ったし、うん、よしよしとか思ったんですけど、うん、だんだん時が経つにつれてお母さんたちもこう昔のねお母さんたちとはちょっと違ってきてるし、そんなこともあって結局自分でこう親が見れなくなってるなとかすごく煽られたりっていうことがあったから、それからじゃあもうしょうがない、また前倒しして、じゃあ夏もで、しかもね働くお母さんが増えてきたんですよ、うん、そうですね、そのあたりぐらいから、それは大きいですね、うん、でお仕事をするお母さんが増えてきたら当然夏だって仕事がないわけじゃないから、うん、やっぱり同じような状態になってくると、うん、そう確かに本当に多かったんですよ。そうするともう勉強を家で見る暇がないと、うん、だったらじゃあ夏はもう最初からね、だいたい朝から夏期講習がないと間に合わないから、うん、夏期講習を朝やって、で午後からお預かり勉強で、うんうんうん、まあほとんど親はもう夏見なくなったんですよ、うんうん、その方が成績が上がってきたんですよね、うんうん、よしよしよしと思ってるうちに、ついそうですね10年ぐらい前から、先生もっと前からやってもらえないかってみんなに言われて、うんうん、それで発表会が6月に終わった時点から1ヶ月間だけ私がサービスレッスンをして、で海の日から全面的なお預かり勉強中、うん、で、ね、でやっぱりそれがだんだん良くなってきたのか、親の受験って言ったってね、親はね教えられるもんじゃないんですよ、うん、むしろ親子関係も悪くなるし、だから親の受験っていうんじゃなくて、やっぱり先生も自分がそうやって教えないんだったらば、こまめに親にどうやって子供にこれを教えたらいいかっていうことをね、先生が親にきちんと教えるべきだと思うんですよ。もしやるならね。そう、うん、でもセミナーをね開いて、うんうん、じゃあこれで教え方教室ですよって言って、例えば、うん、親に向けてね、全員がこう集団的にこう指導してって、うんうん、それもまた無理な話なんですよ。やっぱりまだ生まれて5年とかだと全てが整ってるわけじゃないから、子供によって例えば数え方一つにしても、横一直線に数えていく一言、それから左から右に行ったら右下から左に行ったり、うんうん、ある子によれば縦で見てった方が見えるとかね、うん、だからそれを無理やり全員こういうふうにやれっていうのはできないんですよ、うん、幼児の場合ね、うんうん、だからやっぱり指導者がじっと見て、この子はこういう数え方をした方が間違わないんだなと思ったら、そういう教え方をするとかね、子供に応じて、そう、うん、だから私たちがお預かり勉強するって言っても、もう最初のうちはだからサービスレッスンにしてるんですけれども、ごめんなさい、ちょっとこの動画初めて見てる人はお預かりとサービスがよく分かってないと思うので、一応補足だけします、はい、フレンドリー年長さんの授業、通常普通の授業が週2回あって、そのプラスアルファで本来家庭勉強するところをフレンドリーでやろうねというのがお預かりと、で、それが8月の海の日、7月の海の日から本格化するんだけど、その手前に由美先生が言ってるサービスレッスンっていうのは、来たい人だけ来ていただければ、その時間は私が家庭の代わりにいますよっていう、それがサービスレッスンと、値段も安いんですよね、そうお預かりレッスンの、お話です。一応ちょっと補足でした、はい、だサービスレッスンっていうのは、うん、本当に私の、まあ、趣味の世界ってみんなに言われてるから、はい、缶を置いて来たい人はそこに名前を書いて、それで受講料をその中に親たちが入れていくみたいな、うんうん、そういう親にとっても自主的な、そう、自主的な、まあ、勉強方法なんですけど、そうやってやっぱり、まあ、全面的に見られるならそれが一番いいというか、親が教えるとどうしてもね、無駄な部分、無駄なことが多いんですよ。ここまでやんなくてもいいのにとか、こういう教え方じゃ子供わからないよ、だけど親は変えることができないから、子供がわからない教え方でガン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 言ってる、その時間が無駄だと、うん、で数え方、考え方、見え方とかを幼児風に、まあ、ある意味翻訳しなきゃいけないけど、それがね、大人目線だとなかなかうまくいかない。そう、うん、だから子供だったらどう考えるだろうかって考えられる親はうまくいくんですけど、うんうん、
やっぱり子どもの目線に落とせない親、例えばよくあるんですけど、物を数えるときに3、6、9、12って3飛びでね、3飛びで行ったりとか2飛びで行ったりするんですよ。にしろやとうとね、そうそうそう。でも3飛びで例えば10個あったらどうするの、うん、3、6、9、10ね、そんな器用にはいけないですね。いけないんですよ、うん、でも子供の中では、うん、あの途中から私たちがよそから来て私たちが見る場合、うん、にはやっぱり2飛びで数えたり3飛びで数え、うん、だから3、6、9って出てくるのに時間がかかるから、うん、なんでこの子はこんなに数えるのが遅いんだろうと思ってじーっと見てみるとそうやって数えてる。それは大人は早いですよね。私でもやるけど、うんうん、でもそれを子供に要求したらもうそれだけで時間がかかっちゃう、うん、と親は何と思うかっていうと、なんてうちの子物が数えられないんですよ、うん、それ余計なこと教えて、 そのことでも 1,2,3,4,5,6,7,9,10 これ数えてもよっぽど早いと、うんうんうん、それはすごい感じますね。で、まあ、今年の例なんかもそうなんですけど、今年は10月、今年というか2024年の入学の試験ということですね。昨年行われた昨年の10月9月って、うん、その本当に試験に、うん、試験の2ヶ月ぐらい前とか、そんなすごいと1ヶ月前に入ってきた人もいたんですよ。入会がね、入会がいらっしゃいました。私も考えたんですけどね、うん、でもよくよく聞いてみたらやっぱり理由は親子でやってても行き詰まっちゃったんです、うん、どうやっても成績上がらないんですっていうのと、もう一つのケースはやっぱりよそにいてて、もうこの子は勉強したくないっていう、うんうん、もうやりたくないと。でもせっかくここまで来てね、もったいないしと思って、でうちに手を引っ張って連れてきたと、うん、でその子も1回目は5年行ったけど、きっと前に行ってた塾と同じだと思ったのか、でも来てみたらなんとなく違うかなみたいな、うんうん、おやつタイムもあるし先生ともこう密にこう触れ合えるし、そしたらやっぱり楽しくなって、あんなにやりたくない来たくないってよそで言ってたのにうちに来て、うん、それで休みたくない、休んだら、まあ確かにね、毎日お預かり勉強来てたらよその教室で行ったら1年分かもしれないけどね、 それで絶対無理だと思ってるようなところも入ったりとか、うんうん、で1ヶ月前にやっぱりなんかすごい厳しいところに行ってたらしいんですけど、移籍してきた子ありましたね。そうだけど、もう何でも親にさせられちゃうっていう、である時もううちに入って11月の終わりぐらいの試験のところだったんですけど、もう最後まで、まあ、私たちが、まあ、子供を見てたんですけど、そしたらその子供が、まあ、次の日が連休だったのかな、で休みだったんだけど、もう全部教えたからいいって言う、ただまあこういうね、どうしてこういう絵を描いたんですかとかって言った時に、まあちょっと答えられない、分かりました先生、うちで全部やってきますと、はとか言ってね、もういいじゃない、家で、もうだから家でやらなきゃいけないっていうことが、もうそういうよそでやってきた人たち染み込んで、ね、染み込んでんですよね、うん、何でも自分でやらなきゃ、親がやらなきゃいけないって。で子供に聞いてみたんですね、これ以上またママとやりたいっす、子供ははっきりやりたくないって、うん、じゃああなたがやりたくないっていうんであればね、明日お休みだけど、だけどもうやこれだけやったんだからあんたできるよね、やりたくないって言うんだったら先生はママに言います、もうやらないで触れないで触らないでつって、それでいいって言うから、うん、じゃあそうしましょうって言って、一切その休みの時にママに見てもらわないって、自分もそう言ってるからよっぽど嫌なんじゃないですか、親に見てもらう、うん、それでだからママにも説得して、本人がそう言ってんだからもう本人に託したらどうかって言って見事合格したんですよね、うんうん、そうですよね。あの説教タイムがなかったら、もしかしたらね、本当にまたママがガチャ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 見て、うん、多分ダメになってたと思うんですよね、うん、だから悲しいかな、このやればやるだけ伸びるかどうかという問題が、教え方が間違ってるとそうもいかない場合も中にはあるという怖さはありますもんね。だから親が教え込んで教え込んで教え込んだり、うん、親が一緒にやるっていうのは集団の中でものができなくなる。ああ、つまりだからいつも親が頼り、うん、親がいなきゃできないって、でそういう子は求めてないんですよね、学校がね、うん、そう
だからうちみたいにお預かりって何が違うかって言ったら、ボーンと9時か10時ぐらいに放り込んだら、そのまんま親が迎えに来るのは7時、うん、じゃあ何を子供はしていかなくちゃいけないかということは、もう朝の9時10時から夜の7時まで自分で勉強する、うん、私たちは何やれこれやれっていうわけではないのでね、うん、でみんなと一緒に勉強して、できないところは自分で理解して帰るっていう、そういうことが親と一緒に勉強してたら残念ながらできないんですよね、うん、でまあ今回はね大成功でしたよね。そうですね、本当にあんなに書ききれないぐらい合格者が出るって、はい、本当12人か13人しか人がいないんで、うんうんうん、生徒はいないんですけど、あれだけ合格者が出るっていうことは、やっぱり学校側が欲しい子っていうのは自立していて、自分でものを考えてみんなと協調していくっていう、なおかつ子供らしさもありっていう、ね、でそれはどこから生まれるかって言ったら、親に手を引かれてお教室に行ってやって、はいまた次のコース、はい次のコースって、そうやってる子たちには生まれないんですよね、うんうん、やっぱり自分でカバンを下げて朝の9時からよしやるぞ、それでなんとか困ったことがあっても、泣きたいことがあっても、夜の7時まで親が迎えに来るまでは自分で乗り切ってくる、乗り切っていくという、うん、それが多分どの学校にも受けて、うんうん、どの学校にも欲しい子供に育ったんだと思います、うん、もう一回合格のあの速報を見ていただければ分かりますけど、はい、今ちょっと画面にも出してますからね、本当に快挙ですよね、私たちにしてみたら。そうですね、本当によくまあこんなにね、うん、この一人の子に対してだって十何個あるわけだから、うん、ね、ということはこういう子がもうどこでも欲しいんだなっていう、うんうんうん、だから親に手を引かれて連れていく子じゃなくて、行ってもいいんですよ別に、試験会場の話かな、うん、あの、あ、お教室でもね、あっちの教室、うんうん、じゃあ次僕この教室行くね、うん、じゃあ次僕この教室行くね、じゃあ次僕この教室行くねと言って、子供が主体になって行くと、行く、うん、やっぱりいい学校とかね、たくさん学校に受かるけど、親に手を引っ張られながら、はい次ここよ、はい次ここだけ何勉強してきて、はい次ここ何で勉強してきてっていう子には、うん、残念ながら自立できる子供は生まれない。そうです、入っていいとこ1校か2校、うん、たまたま欲しいなって思うところに当たれば入れて、うん、でもそうどこでも入れてくださるっていうことは、だから12人揃ってみんなそれぞれ結構入ってるので、うちの生徒たち12人っていうのはどこの学校でも欲しかった子なんだなっていうのが今回よくわかりました。そうですね、そうだから親の受験じゃなくて、親は子供を自立させていかなくちゃいけないっていう、それが小学校受験だと私は思います。まあ、この半分当てての部分に関しては、それこそ頑張って説明会に行くだとか短所書くとか目指す部分は親の仕事かもしれませんけどね。そう、一応補足で、だから親の受験っていうのは親がペーパーをやって、うん、何枚も何枚も何十枚も何百枚もやるっていう意味じゃなくて、はい、親の受験っていうのはまだ幼児だから右も左も分からないわけだから、その子供たちをそういう自覚の道、うんうん、だから決してうちのお母さんたちもじゃあ何をして楽にしてるかじゃないんですよ。もうペーパーこそそんなにやらないけど、すごくフレンドリーのお母さんたちは子供を自立させていく、うん、子供と戦っていく、うん、それはすごかったですね、うん、だから子供が親の従属物ではなくて、子供として親は自覚させて、うん、やっぱり試験に臨むっていう努力は、うん、どのお母さんもみんなやったと思います。そうですね、うん、だそれが私は親の受験で、うん、ペーパーやら何やらとか手を引っ張ってやらせることではないという、はい、うん、そんなところでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号いきますね。03-3390-0750 番です。メールアドレスはご覧の通りです。
お電話は本当にお気軽にしていただければと思います。私か、由美先生か新助先生か副室長先生がどなたかが出ますのでね、お困りのことだったり気になることなんでも聞いていただければと思います。はい。こちらの、西荻フレンドリースクールの YouTube チャンネルでは、小学校受験、英語受験、海外での英語教育など幅広いテーマでいろいろとお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。YouTube へのコメントやメールなどでお気軽にどうぞ。また、よろしければチャンネル登録や高評価もぜひぜひお願いいたします。はい。本日も最後までありがとうございました。それでは、失礼いたします。